なんだ？そのヘアスタイル、俺の真似してんのか？照れるな。おっと。ババ、なんか。この君、悪いけど僕は忙しいの。邪魔しないでくれる？本当は見物料を取りたいところだった。まあいいよ、邪魔さえしなければ。じゃあ行くか。128m、 西に 256m。 なるほど。いよいよ明日だな、山本。はい、気合い入れて投げてきます。山本、これを使ってくれ。これは先輩のリストバンド。すげえ使い込んでありますよ。いいんですか？俺と同じことを言うんだな。え？あれは1年の最後の試合だった。俺がずっと尊敬していた3年のエースに代わって
初めて先発を言い渡されたんだ。その試合の時にな、先輩からお守りとして受け取ったのがそのリストバンドなんだ。そんな大事なものを俺がもらっちゃっていいんですか？大事だからお前に渡すのさ。俺は高校野球に向けてまた新しいリストバンドをつけるよ。明日の試合、このリストバンドがきっとお前を守ってくれるはずだ。坂松先輩、ありがとうございます。俺絶対頑張ります。ベンチから応援してるぞ。はい。みんな集合。明日の試合のミーティングだ。分かってると思うが、明日は大切な試合だ。いつも以上に気を引き締めていくよ。はい。それから山本、緊張してると思うが、お前以外の頼もしい8人がグラウンドで守ってる。安心して投げてこい。はい、分かりました。打たれたら任せとけ。明日は絶対勝とうぜ。黒曜は宿命のライバルだからな。なんとしても勝つ。おお。お、電話か。みんなちょっとすまん。もしもし。あ、どうも。明日はよろしくお願いします。え、なんだ、なんか監督の顔色が急に黄土色になったぞ。聞いてくれ。はい。これ非常に言いにくいんだがな、明日の試合はな、中止だ。マジっすか？どうしてですか、監督？それがな、呼吸中の部員たちが集団食中毒を起こしたらしいんだ。集団食中毒？なんだそれ。これって俺が劇に参加できるってことか？おお、ラッキー。早いとこ変装名人に伝えなきゃな。山本、かける言葉もないが残念だったな。次のチャンスは必ずある。あ、坂松先輩、そうっすよね。仕方ないっすよね。山本、ショックを隠して明るく振る舞うなんて泣かせるぜ。どうしたんすか、坂松先輩？いいから、もういいから、そんな無理するな。今日は早く帰れな。はい。そんじゃ俺行きますんで。お疲れ様です。あいつ最後まで無理して明るく振る舞いやがって、泣かせるぜ。よくやったな、ご苦労だぞ。愛するあなたの頼みなら私何でも聞くよ。そんなことに。おう、デートだな。今度付き合ってやるぞ。じゃあ私、海の見えるレストランに行きたい。どこでもいいぞ。なんだ？そのヘアスタイル、俺の真似してんのか？照れるな。おっと。なんか嫌な雰囲気だな。
わもんね。ランボさん、迷子になんかなってないもんね。男は見ねえって言ってるだろ。何度言ったらわかんねえ。帰った帰った。そうか、重傷か。じゃあ見てやんねえとな。実はな、667種類目のウイルス見っけてな。何を操作できるか実験してねえんだ。というわけでだ。ちょっと病気になってくれるか。逃げられちまったし、こうなったら10代目の体当たり演技にかかってますからね。そんなプレッシャーかけないでよ。大丈夫、ツナなら生きるって。ありがとう山本。極限の演技を楽しみにしているぞ。さあだ、ランボさんが主役を食っちゃうもんね。ピピランボやっつけるよ。おめえら台本にないことやらかしやがったらぶっ殺すからな。大丈夫っすよ10代目、楽しんでいきましょう。そうはいかねえぞ。盛り上げねえと噛み殺すから。てめえ2代目に余計なプレッシャーかけやがって。イバリの言うことなんか気にするな、ツナ。いや、それリボンだから気にしないよ。僕はここにいるよ。イバリさん、いたんですか。げっ、こっちが本物だったのかよ。気づかなかったぜ。なんで俺の変身に文句言わないでよ。僕の偽物が言ったと。失敗したらカルコです。俺一人の責任ですか。大丈夫よツナ君、きっと面白くなるわ。明日が楽しみだな。たけしじゃねえな。何者だ。身のこなしが全然違ったら、上っ面だけ似せても俺の目はごまかせねえぜ。だがまあ悪気はないらしいな。どうだ、店で寿司でも食ってっか。たけしにも顔見せてやりてえしな。